東京都内にあるナショナルトレーニングセンター。体操のトップ選手たちが集まる強化施設。代表選手たちが使っていない空き時間に練習する2人組がいます。フィリピンからやってきたカルロス・ユーロ17歳と日本人コーチの釘宮宗弘さんです。諦めてしまうのです。What do you think? Baguette cannot? Not to? What do you need? No. 厳しく指導される。答えに詰まる。カルロスは自分の世界に入ってしまいます。本気出したらすごい子なので、ただ本気の出し方がまだわからない。あの子が辞めるっていうまでは何とかして責任持て続けさせる。自らの生活をかけてカルロスを育てる釘宮さん、そこに秘める思いとは。
ここは東京の郊外、調布市。空が明るみ始めた朝6時。とあるマンションを訪ねました。歯磨きの真っ最中なのは、体操コーチを務める釘宮宗弘さん。すると、大きいの一切マジで面倒くさいぐらい。もぞもぞと起き出したのは生きてる同居人の少年だというのですが、しばらくしてもベッドの上で固まったまま。釘宮さん、支度が終わって仕事に出かける頃、やっと起きてきました。改めて、さんの尽力で特別に入学を認めてもらいました。カルロスのクラス、同級生はサッカーや野球、バスケットなど全国レベルの選手ばかりです。カルロス、来日して1年半ですが、まだ日本語は片言程度。それでも授業はすべて日本の生徒と一緒です。勉強場所72ページ。勉強からの問題。どうぞ問題。この日、一限目は政治経済です。あと、労働問題と社会保障、自由にやって、お金儲けをしましょう。カルロスにとっては、ちょっと難しい言葉が黒板に並びます。しっかり働いてねっていう感じで契約をしたんですけども、労働者ね。プリントに書き写すのがやっとの状態。ただ一生懸命に話を聞くだけの。さんがやってきました。から何やりたい？最初 You have to use to four シリーズかぜ。
まずは得意の床の練習。身長147センチと小柄なカルロスですが、跳躍力には定評があります。でもいい時はもっとすごいですよ。本気出したらやばい。続いてオリンピックでも見られる技、後方伸身2回宙返り。 Everything full my hip hop Just point。 撮った映像を一緒に見ながら動きを修正していきます。お尻が。カルロスのもう一つの得意種目が跳馬。国際大会で金メダルを取ったこともあります。まもなく18歳になるカルロス、これからは内村選手や白井選手らトップ選手と同じ舞台で戦わなければなりません。現在の課題はそこで通用する技を身につけることです。でもジュニアとシニアじゃ全然レベルが違うので、ジュニアでこうトップ来てもシニアに入ったら一番下なんで上はね、内村航平選手から白井健三選手、その人たちと試合をすることになるので、少なからず1種目2種目通用する種目を。新たな舞台で戦うために釘宮さんとカルロスが身につけようと挑んでいる技があります。それがこちら、ローチェ。前方抱え込み2回宙返りです。ノットソバッ合わせですね。最初の前転も入れると実質3回転。それだけに高さが必要になります。しかも前方への回転で足場が見にくく着地が乱れやすいという難しい技です。なかなかうまくいきません。もうちょっと足上がってもいいんじゃない。ここと、I said you try, focus one time。 もう一度。着地のミスは大幅な減点。難度の高い技への挑戦はリスクを伴います。 あのディフェレンス、 What did you feel?ああ、ラストアンプ、ラストステップ、あのマヒナ、あマディット、マラキ、あ、You have to know the reason。カパガゴアプナンニュースキルスケア、なあタオト、pero sa ibang event po、なあチャレンジ pero なあタオト、hindi po。Minsan po kasi hindi po ako nakapag-isip kapag nag-train. Hindi naman po palaging magaling po sa train. 自分の限界決めてるって、できないってなるんだ、あの子。うん。できない。すぐ諦める。うん。毎日練習するにはだって、本気でやったかっつって。うん。本気の積み重ねで多分、オリンピックとか、メダルが見えてくるといいですね。上のレベルで戦うため難度の高い技を身につけなければならないカルロス。釘宮さんの願いはリスクを恐れる心の壁を自分の力で乗り越えることなのです。東京八王子にある私立大学、ここが釘宮さんの職場です。やってきたのは体育館。そっか、反対側の授業があるんですね。はい、じゃあ続きとるよ。長谷川、はい、伊藤、はい、福井、はい、大沢。助教として教員を目指す学生たちを指導し生活費を稼いでいます。限られた収入の中から
カルロスの生活費も出し、共同生活までしながら体操をコーチする。フギミヤさんはなぜそこまでしてカルロスを支えようとするのでしょうか。まあ、やっぱしんどいことの方がやっぱり多いんですけど、やっぱ楽しいこともありますよね。練習してても試合であったり、でポテンシャル的には全然オリンピック行けるし、すごいですよね。で種目別で行けばメダルも可能性あるし、まあ、これからの練習次第ですけどね。自身体操選手としてオリンピックを夢見ていた釘宮さん、しかし大学院時代に思わぬ怪我でその道を断たれてしまいました。それでも体操に関わり続けたいと考えていた時、日本の体操協会から声をかけられたのが海外での指導員の仕事でした。4年前に赴任したフィリピン、そこでの日々が釘宮さんの新たな道を決めました。その練習中を日本で教えた時、帰れって言っても、いやだ練習しますって泣きながらね、あれするんですけど、フィリピンでお前ら帰れって言ったら、もう帰っちゃって、俺も帰ろうかな。休みの日は休みの日だっていう考えもすごい強いですし、時間にもルーズですし、やっぱりこの時間から始めるって集まるのが最初の時なんて2時間後ぐらいでしょうかね、開始の時間。そんな中で出会ったカルロス、恵まれない環境の中でこの才能を埋もれさせたくない。釘宮さん、その可能性を伸ばすことに自分の生きがいを見出したのです。あの子元から新しい技をやるのがあまり好きじゃなくて、でテレビで見るオリンピック選手とか日本の選手っていうのはもうまた別次元の人たちなんだみたいな考えがあって、このまま続けててもな、この常識が変わんないと、彼の持ってる体操の常識を変えてほしいなと思ったんですね。日本からやってきた釘宮さんからの誘いで体操留学をすることになったカルロス、家族はどう受け止めているのでしょうか。自宅はマニラ郊外の低所得者層が多く暮らす地域にあります。母親のアンジェリカさん、見せてくれたのはずっと大切にしているカルロスの記録でした。これは2014年のユースオリンピックでカルロスが取り上げられた時の記事よ。息子の可能性を追求させたいと考えていた母親にとって、釘宮さんの誘いは思ってもみないことでした。日本に行くと聞いた時はとても感動しました。他にも選手がいるのにカルロスが選ばれて日本でサポートを受けながら練習できるなんてとても誇らしいです。釘宮さんの決断の背景には自身がフィリピンで見た厳しい現実もありました。カルロスが世界で活躍すれば貧困でチャンスに恵まれない子どもたちに伝わるものがある。釘宮さんは日本の体操協会や学校を回り、一人また一人と理解者を作り、留学の実現にこぎつけたのです。あの子が中心になっていろんな人が動いて、でも最終的にはやってきたことにこういろんな人が変わってることを知って、まあ徐々に徐々にでいいんですけど感謝して、それがあってこそ自分があるんだぐらいの感じになってほしいですね。釘宮さんとカルロス、二人で練習をするようになって1年半になります。その間
ジュニアの世界大会で優勝するなど、結果は出始めています。しかし調子の良し悪しの波が大きいのは変わりません。この日も一つの技の失敗をきっかけにフォームを崩してしまいました。This is not limit. Most low level for you. クギミヤさんの言葉にカルロスは黙ったまま。反応が返ってきません。何なんですかね、文化なのか。あんまりな反応がない。多分いつも頑張ってるとは思うんですけどね、この練習を続けていく価値はあるのかとかめっちゃ考えますよ本当に今のまま今の環境があの子にとってベストなのかどうか。東京オリンピックまでの限られた時間の中でどうすればカルロスのメンタルを強くすることができるのか、釘宮さんは悩み続けていました。練習が終われば2人は一緒に帰宅。この夜はタンパク質たっぷりの豆乳鍋です。味の決め手はカルロスが好きな唐辛子。できました。カルロスの体のケアに来てくれたトレーナーも一緒に食卓へウインナー入んなかったんだけど。食べてよ。いただきます。いただきます。夕食中トレーナーも一緒で会話も弾むかと思いきや、カルロスは黙々と食べるばかり。たまらず釘宮さん話しかけます。肩どう？肩分かった。ショルダー。OK、でもやばい。やってみべ。あとは痛くない？肩。あと？あとアナザムーブメント。うん。オンリー、リンスとファイバー。ピーバーは？エア。
体操の上達のためにも深いコミュニケーションを取れるようになってほしい。釘宮さんがカルロスに指示していることがあります。日記をつけること。日本語の勉強も兼ねて去年秋から始めました。なんとか文字を書くことができるようになったカルロス。日々の出来事を記録します。わからない日本語は翻訳ツールを使いながら丁寧に30分近くかけて書き上げます。書き上げると釘宮さんのところへ。釘宮さんは間違った単語や文法を一つずつ丁寧に添削していきます。カロエ、これはです。え、 I can't find it. What is that? What's that? あ、ミステイク。What's the meaning? レッスン。レッスン。最初の方ひどいですよね、もうほぼほぼ直して口数の少ないカルロス、日記を通して考えていることを少しでも知りたいという釘宮さん。しかし書かれているのは起きた時間や食事、練習の内容だけ。心の揺れ動きが記されたことはほとんどありません。できればそのこの技をやってこういう感じでできたとか、こうだから失敗したとか、明日はこれをやるって書いてほしいんですけどね。実は自分に向き合うことができれば必ず体操も変わるはず。釘宮さんはそう信じています。学校とトレーニングセンターを往復するカルロスの毎日。練習へ行く途中、少しだけふるさとを思い出せる時間があるといいます。財布を出して足を止めたのは、焼き芋？かぶりつくカルロス。うじです。フィリピンでもあるの？はや。あ、あるの。なんでもフィリピンではふかした芋がおやつ代わり。母親が作ってくれたそうです。練習前のささやかな楽しみです。11月の末、カルロスの練習はより試合を意識したものになっていました。母国フィリピンで行われる代表選考会が迫っているのです。選ばれないと国際大会にエントリーすらできません。 Not bounding. パスするためには難度の高い技を決めることが不可欠です。もっと跳馬動かすぐらいつかないと。でボディがカミングバックする。挑戦しているのは課題の技ローチェ。手をつくタイミングがずれ着地がうまくいきません。でも手早くつけない？手早くつく。ちょっと手遅い。わかる？相変わらず返事も鈍いカルロス。時間をかけもう一度。背中から落ちてしまいました。もう集中力なくなってんな。フォーカスがゴイングトゥワラアゲンユードイングライクディスデバ
The going to big injury if you don't do that there. また考えないでやってんの? Without thinking. The don't just training.代表選考会をパスし、国際大会で戦うためにローチェを完成させたい釘宮さん。しかし、何度注意しても同じミスを繰り返すカルロス。釘宮さん、練習場から出て行ってしまいました。一人残されたカルロス。この日の日記、いつもと少し変わっていました。私は何をすべきか考えています。カルロスなりに一生懸命もがいているのです。それから2日後のことです。群馬県高崎市で開かれていた全日本体操団体選手権。この大会に審判として参加した釘宮さんは一つの賭けに出ました。会場に姿を現したのはカルロス。釘宮さんはチケットを渡し、一人で見に来るようにと指示。何を感じるのか試すことにしたのです。目の前にはオリンピックのメダリストたち。その戦いを見てカルロスが自分とは違う世界だと萎縮するのか、それとも心に火をつけるのか。何が足りなくて何をしなきゃいけないのかとか、日本の試合を見せて、そういったところをこう考えれるようになってほしいなと。特に白井健三選手はカルロスと同じく床と跳馬を得意としています。白井選手は自分の名前がついた技をいくつも持つ日本のエースです。その強さの理由の一つが、自分の力を信じて挑戦する精神の強さだと言われています。今のカルロスに一番欠けているものです。跳馬の演技、飛んだのは自身が生み出した白井キムヒフン。後ろから入って3回ひねりの技。着地はわずかに乱れたものの見事です。演技を目の当たりにしたカルロスは何やら落ち着かない様子。その日の日記です。全ての競争相手は驚くべきだった。白井さんが私にとって最高です。カルロスが感想を書き込んでいました。次の練習、いつもより少し早く練習場に来たカルロスは自主トレーニングを始めていました。This
手にしていたのはトレーニングメニュー。 It's the training menu? Yeah. はい。When did you write down? This morning. This morning? Yeah. In the school? Yeah. 自分で書いたというトレーニングメニュー。釘宮さんの指示でしか動かなかったカルロスにとって初めてのことです。遅れてやってきた釘宮さん、しばし黙ってその様子を見ていました。ある程度覚悟して連れてきたのに、向こうは覚悟してなかったらね、困りますから。12月上旬、フィリピンのマニラ。代表選考会の前日、カルロスはくつろぐ暇もなく会場となる体育館へ向かいました。自分が7歳から体操を始めたこの場所、昔からの仲間が揃っていました。久々に対面するチームメートの前で披露したのは、練習してきたあの難しい技ローチェでした。フィリピンでは無敵だったカルロス。しかし、もし大きな失敗があれば代表から漏れることもあります。国際大会に参加できなくなり、ブランクができることは避けなくてはなりません。カルロスにとって久々の大きなプレッシャーです。12月8日、フィリピン代表を決める日がやってきました。ここで基準点をクリアした人だけが次の国際大会に参加できます。演技の前、カルロスがノートを見せてくれました。そこには自分で決めたという演技構成が書かれていました。まずは床の演技です。
さと力強さ。着地も OK。 難度の高い技はありませんが、まずまずの出来です。そして得意の跳馬。跳馬は2本異なる技を飛び、平均がポイントとなります。カルロスが用意していた跳馬の演技リスト、日本で何度も練習を繰り返したあのローチェを見せるのかと思いきや、その名前はありませんでした。ミスを恐れて手堅くまとめにかかったのか。1本目の演技が始まります。ドリッグスという伸身1回半ひねりの技の予定。着地で少し乱れたものの高さもあります。14点台の高得点を叩き出しました。続けて2本目、大きな失敗がなければフィリピン代表の座は確実です。カルロスはいつもより長いインターバル。2本目はロウーンという前転跳びの技の予定。自分が定番としているものです。集中力を高めるカルロス。助走から、自身を知ることができて良かったと思います。試合を終えて日本に戻ってきたカルロス。これからまた釘宮さんと二人三脚の日々が始まります。釘宮さんが仕事から帰ってきました。早速選考会の結果を報告です。カモさん、アイランマシグカルロスが見てほしかったのは、
自分の決断で新しい技に挑戦した跳馬でした。いいんだこ。あ、うまいし。ナイスチャレンジ。ネクストコンペティション、ホープリーな。ウィガネンスカセ。何度も見返す二人。わー、好きだ。何が足りない？もしかし、うん、スターペン。Up to you. And then you try it, ba. Bagel. They wanna know reason. It's okay to have a typical mistakes. Uh-huh. This time, not afraid to made a mistake. Uh-huh.そしていつもの日記の添削。新しい技に挑んだ選考会の日、こう記されていました。跳馬では私はローチェをしようとしたが着地できなかった。でも興奮を感じました。ローチェをやったことに対してね、興奮したっていうのはまたこれ大事なとこだなと。ただやるんじゃなくてね、でそれを練習する必要があると思ったっていうのはやっぱりやって失敗しないとわからないことなので、本人がそれ感じてんならすごくね、いいことですよね。僕が与えるんじゃなくて本人がやって気づくっていうのがね。再開したトレーニングセンターでの練習。おお、いいじゃん。選考会では失敗したローチェは、確実に形になりつつあります。すごいじゃん。すごいじゃん。試合でできなかった。それはやっぱりオリンピックでね、メダル取る、で僕もすごい、僕のあれにもなりますし、それは言ってほしいし取ってほしいと思いますけど、やっぱずれちゃいけないのはその子が目指してるところですかね。 My dream is to become an Olympian, but I don't know how to, but I will try my best. 体操を通じて自分から前へ進む力を手に入れつつあるフィリピンの少年。そしてそれを手探りで支え続ける日本人コーチ。ちょっとバウンドあった。レッグビートビットモアレッグ。東京の片隅でひっそりと続く二人だけの練習。その先に夢の大舞台が待っています。